昨日午前5時頃、札幌市北区では住宅が全焼する火事が発生し、火傷を負うなどこの家に住む3人が病院に搬送されました。昨日の札幌の最低気温は今季最低となる氷点下13.2度を記録しています。その寒い中で起こってしまった火事でしたが、この出火原因についてこの家に住んでいる方の証言によりますと、 暖房に背中を向けていたら服に火が燃え移りそしてその服を脱いだら周りにさらに燃え移ったと話していたということなんですこのように衣服に火がつくことを着衣着火と言います消防庁の統計によりますとこの着衣着火によって亡くなった方の数というのは全国で過去5年間に492人 そのうち8割以上が65歳以上というデータもありますではどのようにしてこの着衣着火は起きてしまうのか実験映像がありますのでご覧ください例えば寒いので室内用の上着を着たまま料理をすることもあると思います何か物を取ろうとしてゆったりとした上着がコンロの日に近づき あっという間に服に火が燃え移ってしまいましたさらには暖を取るためストーブで背中を温めようと近づきすぎると炎が出ていない電気ストーブでも服が燃え出しましたまあこのように寒いのでより近くで温まりたいという気持ちもあるんですけれどもこのようにして着衣着火は起こりますでは防ぐためにはどうしたらいいのか まずは火や熱源に近づきすぎないように気をつけてください特にコンロの場合は注意が必要です画面左側の写真は目で見た時の火の様子ですそして画面右側が同じ火を赤外線カメラで見た映像ですこれより広い範囲に炎が広がっているのがお分かりいただけるかと思いますけれどもこの目で見えていない場所でも コンロの火の炎というのはありますので気をつけてくださいそして服装ですがゆったりとしたもこもことした洋服は袖や裾が広いあとは毛先が長いなど火がつきやすいので注意が必要ですもし燃えてしまった場合はどうしたらいいのかこちらも VTR にまとめました近くに水場や消火器がある場合は水をかけるなどして消火をしてください そして水をかける際に服を素早く脱ぐことができる場合は服を脱いでください。また近くに水や消火器がない場合は止まって倒れて転がってこの3つを覚えておいてください。まずはその場で止まってください。パニックになって走るなどしてしまうと風によって酸素が取り込まれて火の勢いがより大きくなってしまうので止まってください。そして体と地面の間にできるだけ隙間ができないように、 地面に倒れ込んで燃えている部分を地面に押し付けるようにしながら左右に転がって消火をしてくださいまたこの際に両手で顔を覆うようにして顔への火傷を防ぎましょう 慌てず落ち着いて対処することが大事だということですがもちろんこうならないように気をつけていただきたいのが熱や火に近づかないそして衣服の大きさや素材にも注意が必要ですまだ寒い日が続きまして暖房もつけていますのでどうぞ皆さん気をつけてくださいまあこう転がるっていうのも確かにそうですけど下が絨毯だったりね周りにいろんなものがあったらそっちに燃えつるってことも 考えらられるわけですから、まあ、やっぱり今さら言うことではないですけど近づきすぎないっていうね、うん、熱源に近づきすぎないってことが一番気をつけなきゃいけないことかなと特にあの背中ですとついつい見えてないので、うんはい、気がつかないうちに近づいてしまうということもありますので、ねえー、ご家族の方も含めてご注意ください。